こんばんは。ちょっと出そう。暑いね今日。めっちゃ暑い部屋。髪伸びないかな早く。長いからね。できちゃうけど、なんていうの、ベストよりちょっと短いんだよね。眉毛見えないぐらいだけど、ギリ見えないぐらいの長さに切ってもらったから、しっかりとねここら辺上がるんだよな。当たり前だけど引っ張られると前髪上がっちゃうか。いつも眉毛見えない見えないぐらいでって言うけど。美容師さんに切ってもらうときあれだな、眉毛と目の間ぐらいって今度からそれぐらいがちょうどいいかもしれない。引っ張るの違う、後ろに引っ張られてるから上がるじゃん、こう下に引っ張ってるわけじゃない、後ろに引っ張ってるから。耳掛けとかするとき固定するから後ろに引っ張るじゃん。前に引っ張る無理でしょ無理でしょ。もうちょっとでお前はやんないけどね、お前は絶対やんない、やりたくない。今日前髪いい感じ、あの量がちょっとサイドに分けたんだよね。いや気が合うと思うにしてるか、いや気が合わないな、お前はだって好きじゃないもんな、あんまだからやんないですね。変わることないと思う。暑い、
なんかストーンにさ気づいたらさ落ちてるんだよな。なんでこんな跳ねないんだろう。扇風機買ってないよ。去年からあるやつ。新しくは買ってない。チームメイト同年代？同年代って、ね、同い年ってこと？年近い？同い年はいない。いない。同い年少ないんだよねそもそも。今いる同い年だったらハツとミサとカレンちゃんと平田ゆきちゃん18期17期間違えた17期だ。B はいないですね。そもそもがいないのもあるけど。よいしょ、出た。違う、なんかすぐうち入る。アイス、そんな毎日食べないよ。アイス毎日食べないです。これどこへ3日だよ。3日出た。ほんと遠いから。しずくりちゃんの卒業公演、しずく公演から出てるの3日ですね。疲れるのは疲れるけど、でも楽しかったよ。そりゃ疲れないって人いないでしょ。そう、1日空いて波動20日、もうすぐじゃん。あさってじゃん。そっか、1日空いてたらさ、早っ。まだ先だと思ってたのに、すぐだわ。楽しみだね。波動勝ちたい、優勝したい。旅行も行きたいしな。 MVP 取りたい。取れるかな。 MVP MVP ってどんな感じで決まるんだろう。分かんないな。
次取れるといいけど分かんないから。後半の MVP、とりあえず宮崎ロ…え、なんで宮崎？波動の旅行は宮崎行かないよ、私。宮崎は隣だもん、だからなんかその波動のやつでなんか行くんだったらもうちょい遠いとこ行きたい隣の県だからな。旅行で行くんだったら違うところがいいな、その波動のね。私は北海道かな。でもいつ行けるか分かんないんだよな。結構先になりそうだけど。飛行機じゃないと、ああ確かに飛行機じゃないとダメ、それもあるわ。だってアナさんのやつでしょ、なあの ANA で行くみたいな、そんなんだよね。飛行機無理だな、宮崎普通に隣だし。で宮崎なるほど。そう、北海道はね、行くつもり。ゼロ回行ったことない。行ったことない。北陸はいない。北陸行ったことないよ。関東までしかない。東北、どこもない。行ったこと。もう行ったことないです、東北。北全然行かないんだよね。西日本は結構行くけど、いろんなとこ行ったことあるけど、全部じゃないけどね、いろんなとこ行ったことあるけど、北の方は全然行ったことない。北海道全くない。一番北で関東全然行かないんだよ。なんかいる。なんか見つけちゃった。めっちゃ気になる、このかけてるところに、かけてるところが。なんかないかな。
そんなに目立たないけどちょっとかけちゃう。栃木行ったことないな私。ないですね。沖縄は1回あるかな、総選挙で。え、これ取れる？あ、取れそう。かけてるところにさ、なんか入っちゃってる。え、やだ。あれが落ちるかな。めっちゃ気になる。うん、取れない。無理だな。本当で洗ったら落ちるか。夜こけてるとこになんか入っちゃってる、ゴミみたいな。かけてる、かけてるってなんかかけてんのか見えないか、ちっちゃすぎて。まあいいや、後でやろう。爪割れてない、かけてるだけ。なるほど、もうちょっとだけかけてて。気泡みたいな感じで気泡が入っちゃっててかけてる、かけてない、なんていうの、表面に気泡があってそこの穴になんか入っちゃってる。表面の気泡のところに穴入って気泡で、気泡が入ってて、まあいいや、後で撮ろう。一日前、そんな、なんか治るとかのやつじゃない、なんていうの別にどういうこと。別に爪割れてるとかじゃないよ、ずっとあったんだよねこの気泡は。そこの間になんかね入っちゃったんだよゴミが。この気泡のさ欠けがちっちゃすぎて取れない。まあいいや、後でする、はい、しまったら。もう目立たないけど、まあいいわ。多分ここにこの使い取るの、マッサージ行くかってこと。マッサージ行ったことない、私行ったことないな。明日も普通にお仕事ですね。ね、今日暑いよね。めっちゃ暑い。明日肌の練習しないですよ。肌も当日ぶっつけ本番じゃない？いつもそんな感じだよ。練習とかないんだもん。当日に時間があるときは練習あるけど、多分ない気がする。一日やるときは波動。夜だけのときは時間あるからできるけど、あ、何？昼夜？
で、ある時はまた無理だな。一緒する時間ない。波動アリーナ何押してくれたい。無理だな、時間ない。明日も行けないしな。行こうと思えば行けるかもだけど無理じゃない。直線すぎてお前行く時間もないし。当日は絶対無理だ、時間ないと思う。普通に朝早いっぽいし。え、いつもなんだけどさ、昼からあるときは普通に朝早いから、今回いつもよりちょっと早いみたいな。いつもより早いかな、わかんない。いつもと一緒ぐらいなのかな。いつもより早い気がする。多分いつもより早いから。練習の時間ないですね。いつもだけど昼夜やるときは練習する時間ない。お弁当出る。お仕事のとき基本出る。その公演とかコンサートとかイベントとかのときは出ない時もあるけど、短かったら時間が。現地集合、いや知らないんだよね。どういう集合時間も知らないし、まだどこ集合でも知らない。いや知ってとは言わないけど、知らない。まだ明日になったら分かるけど、さすがに。教えてもらえる？全然教えてもらえるよ。もらえなかったらやばいよ。困るよ。前日知らなかったら。ラーメン屋さんは八王子、八王子ラーメンみたいな聞いたことある。でも絶対行けないな、食べにラーメン食べたいけど。サービスがあってたらエイトのバスって移動する。何やってんの、それかも。何エイトのバスって。どれ？ええ何エイトのバスって。何それ。
夜16時半スタートなの？早いね。知らなかった。普通に18時とかだなと思ってた。早っ。結構早いな。知らなかった。いました。帰宅時間をいいな。16時半なのか。いつもよりだいぶ早く終わるね。いつも18時とかだよね開始。ドイツも4時間くらい。え、そんな長いっけ6時、まあ、確かに10時頃に終わるイメージはあるけど、そんな長いか。うん、楽しみ。ハードあるよね。多分見ないや。多分見ないかな。そこまで今のところは興味ないかも。誘われたら見るかもだけど。5世確率 80%。 雨降るじゃん。傘持ってこなきゃ。雨なのか。車で。え、移動はそうかもだけどさ、でも外普通に歩くからさ、傘いるでしょ。見ていかないと。日傘持ってるよ。持ってる。買わなくてもいらないもある。壊れない。日傘は壊れてないね。壊れてない。うん。傘は最近今年入って壊れたけど、でも新しいの買ったからある。
や違うよ、なんかさ傘取っ手のところにさドアのかけててそれが落ちちゃって、でしたらさ傘のこう閉じるときにストッパーかかるじゃん、こうカチッって、あれが壊れてその落ちた衝撃でなんか壊れちゃって傘が閉じなくなってさ、壊れたんですよね、私の買ったけど。なかった、あったんだよ。私の買った。でもね、傘本当ついてないんだよな。私その前使ってた傘も、その壊れた傘の前に使ってた傘も買って新しくその傘を、で初めて使った日に傘取られちゃって消えて使った初日に消えるっていうめっちゃショックだった、買ったばっかなのにさ買った意味ないじゃんと思って、使った初日に持ってかれた。しかもビニール傘じゃないんだよ、でもそんななんか派手な柄でもないけど、無地にちょっとラインが入ってるみたいな傘で消えてどれかなんか間違って持って帰ってませんかみたいなのをそのマネージャーさんとかに言ってもらったんだけど、連絡でも出てこなくてなくなりましたか、さだから買って新しいので、新しく買った、でもそれはね次の傘結構1年も使ってないけど何回か使って、でさっき言ってさ落として壊れちゃって閉じなくなって、で今傘か、今では今の傘、それで今の傘3本目。さすがに買った初日になくなったのは結構ショックだったな。やば、一回しか使ってないのにと思って消えたんだよね傘。それ高いやつもないんだけどでもさ買ってすぐなくなるのショックじゃない、嫌じゃない、普通に一回買って初めて使う何回か使ってるんだったらいいけどさ、結構よくはないけど、まだいいけど、まだね、よくはないよ全然取られるの全然よくはないけど、まだの勝手初に初めて使った技を消えるっていう、持って行ったのに持って帰れなかったからだから赤さん買った時いや出てくるかなと思って買いたくなくってさ、傘は本当に買ったばっかだったからちょっと
何日間か傘ない生活した。まあ別に雨降らなかったらいらないけど天気のアプリ見てそろそろ降りそうだなと思って買ったけど変な傘、ダサい傘、ちょっと嫌じゃない？今使ってる傘もさ、どんな傘だっけ今？無地だっけな？忘れちゃった。どんな傘だっけな？水玉？ドット？みたいな傘だけど、でも周りあんま使ってる人いないよな。でなんかあのひろあかのさあのおちゃこちゃんのなんかさ目印のさつけれるなんていう目印チャームみたいなやつあれつけてる。もう取られないように傘つけてる。名前書くの嫌なんだよ、なんかさだから邪魔つけてる。今のところ取られてないね。まだ大丈夫。傘。ビニール傘とかだったら仕方ないけど、ビニール傘は結構すぐなくなるじゃん。まだわかるけどさ、ビニール傘じゃないんだよな、私なくなった傘。普通の傘。ビニール傘にしてる。あ、逆に？なくしてもいいように？ビニール傘はね、取られやすいから、ビニール傘持たないようにしてる、私は。嫌だから。チーカーのビニール傘使ってる？かわいい。かわいい。デカめのキーホルダーつけて。そう、なんか目印ちゃうみたいな、結構デカめなんだよね。それつけてる。わかりやすいように私のって。おちゃこちゃんの。投票？え、今日した気がする。してないかな？記憶があるよ、した。どこ？あ、ログインしてて。めんどくさいな。時々、なんかログインしな、なんかパスワードとか打たなくってさ、ログインできるてる時とさ、打たないといけない時あるんだよ。パスワード間違えた。してるよ。あと何日やるの？あと1週間ぐらい？あと9、9日、あとちょっとだ。これ5月26まで。
リームソーダの傘おすすめ。クリームソーダの傘なんだそれ、どういうの。映画見れないかな。え、なんか何もしてない時はいいくらいの長さなんだけど、ここの耳かけすると若干、でもそんなに今日引っ張ってないんだよな。気になるんだよな。このぐらいがいい、このぐらい、ちょっと。内側入ってる、見づらいけど、すぐこうなるんだよな。後ろも多分今あんま跳ねてない。え、なんでだろう、こっちは結構持つのにさ、髪の流れやすい方向的にこっち内入りやすいんだよね、右側。やだ、手前はいいんだけど、なんか今日も髪短いからね。いや、髪切ってからさ、そんな経ってないからさ、なんかここら辺の髪をさ、横の髪をどのぐらい残したらいいかもあんま分かんないんだよな。毎回違う残してるよ。昨日ちょっと少なめで、このぐらい、昨日もうちょっと少なめ、いや、このぐらいで、雫公園はちょっと多くってみたいな。なんかウルフ感残しつつ、あんまりさ取っちゃうとさ、昨日このぐらいだったかな、ウルフ感ないじゃん全然。だからどのぐらい残したらいいか、もうちょっとあってもいいか、髪横難しい。ウルフ感、そう、ウルフしたくてやってるから、ウルフっぽいのがいいじゃん、ウルフ。難しい。ちょっと今はいろいろ試してる。どのぐらいここを残すかっていう。定期的に、そうだよ、今までと同じぐらいの頻度では病院行くかも。でも変わんないかな、今までと同じ1ヶ月ぐらい伸びちゃうから、試行錯誤。どのぐらいここを残すかっていう、難しいんだよね。ぐらいの量もいいけど、もうちょっと残してもかい。いやし、え、難しい。なんか髪のさ流れる方向があるからさ、うちに入りやすいとかがあるから、こっちはね、うちに入りやすいんだよね。こっちは割と外行くんだけど、
ちがね口に入りやすかった。今度切ってもらった時にもこっちがお家に入りやすいと、そしたらなんかちょっといい感じにカットしてくれそうだね、跳ねやすくみたいなしてくれそうじゃない、わかんないけどそういう風にしてくれそう。言ってみよう、入っちゃう。めっちゃ入る。え、なんで？みんななんか変えてるっけ？変えてたっけ？わかんない。言ってくれそうだよね。言ってみよう、今度行くとき。忘れないにしないというの。来月絶対忘れる。こっち側がうちに入りやすいことね。覚えとかないと。ちょっと短くない？ちょっと短めに切ってもらったんだけどさ、いつもこのぐらいで切るから。でも短いな。あと前髪の量ちょっと減らしたい。最近増やしちゃったから。減らそう、もうちょっと薄く。あんま束感出すぎると私に似合わないんだよな、束感ありすぎる。ちょうどいい、もうちょっとこのぐらい長い方がいいんだよね、このもうちょい長い3ミリ。なんかね、いや髪長い頃は別に良かったんだけど、今ティッシュぐらいで短くするとね重すぎちゃうなと思って、前髪ちょっと、だからちょっと短いんだったらもうちょい薄い方がいいかもと思って、少しようかな、もうちょっと伸びたら、でも短いから無理だけど。確かに前髪すぐ伸びるから、その辺も絶対忘れてる。そういう言うけど忘れそう。髪暗いともくやっぱそうだよね、ちょっと重く見えるよね。私量が多いのもあるんだけどさ、後ろの量が多いから前髪もうちょっと減らしてもいいか、前髪も重いとなんかそういう全体的に重く見えちゃうから、でもね前髪さこうメンバーとかさ束出したりとかするじゃん、こうオイルつけてめっちゃ束感出すみたいな、なんていうのこういうちょっとあんまできないんだけど今つけてないからオイル。あんま似合わないんだよな私それ束感出しすぎるの、似合わなくて、それがこれやってるの可愛いんだけど大そこまで似合わないから。シースルー、シースルーっていうのかな、あれの束感出す、オイルで。ちょっと似合ってる？ありがとう。
みんな詳しい知ってる、いろいろ欲しいすると。前髪じゃない、髪長い頃は別にちょっと重いくてかわいかったけど、髪切ったからすごく重く見えちゃう。前髪の前ぐらいの重さだと全体的に重く見えちゃうから、このまま伸ばしはしないかな。このぐらいをキープするかな、多分。切ったし。この長さぐらいか。これより短くはしないかな。ほんと後ろもすぐさ、うち入る。これ絶対生えてないよね、こっち側。見えないけど、自分から。こっち側は跳ねてるけど、多分。跳ねてる気がする。内側が跳ねてない。触った感じで跳ねてない。軽く跳ねてる。どうしてるね。どうやったら持つんだ。でも無理か。髪の流れる方向的に内なんだもんね。仕方ないのか。むずっ。無理の問題ではないかな、多分。髪の流れる方向あるじゃん。髪、男の人短かったらもう分かんないかもだけど、こっちに流れやすい。ロングだとあんまりそこまでないけど、ボブとかだとこっちに流れやすい、跳ねやすいとかがあったりするね。短いと。流れやすいみたいな、こっちに。髪の生え方的に流れやすい方向があって、それがこっちが内側なんだよな、入りやすいうちに。少しくらいテストにするとしてたんだよ最初は。でもだいぶ落ちた。落ちたね。時間が経ったから。こっちがね、すごい戻るんだ。うち入ってるやん、ここ。嫌なんだよな。髪の毛空いてるね。もうすかないと無理だね、ウルフ。私の能力的にめっちゃ髪の毛少ない人だったらいけるかもだけど、少なくても、むしろちょっと多い方だから。髪めっちゃ空いてます、これ。
そう、金髪。いや金髪はそこまで思わないかも。金ってより白、白っぽいやつがいい。やるとしたらしないけど金髪はそこまで思わないな。黄色い金髪って感じ、わかる？なんか金髪にもさ、ちょっとさ種類があるじゃん。白っぽいやつと黄色寄りのやつ。白っぽいのが好きなんだよな、白みたいな髪色。黄色っぽい金髪もあるけど、そっちよりかは白っぽい方がいい。それ打てないけどなんか怖いんだよね、ブリーチってさ、めっちゃ痛むって言うじゃん。ケア大変みたいな、なんかちゃんとしないとみたいな聞くからさ怖くてやったことないです、ブリーチね、痛むって聞くしね、ブリーチは。ケア大変みたいな言うから、やったことないんだよな。ブリッジしてる人見てもさ、だってそのなんていうの、ブリッジしてない人よりかはさ、カラーとかあんましてない人よりかはやっぱ傷んでるなって思うじゃん。どんなに頑張ってもさそのなんていう、ブリッジしてない人とかぐらいの髪、その人の髪質にもよるけど、いや無理だからな。傷んでるかどうか見て分かるね、結構傷んでるの結構分かるよ。なんかなんていうのかな、なんていうんだろう、傷むパサパサしてるか、なんか見た感じで分かるね結構。傷んでるか、髪長い人ほど分かりやすいから、短いからそこまでだろう。私ブリッジしてないからそんなに傷んではないけど、今髪切ったし、この長かった時は下の方はちょっと傷んでたけど、もう切ったからそこ今はそんなに傷んでないけど髪長い時はアイロンとかめっちゃ温度高いのやるし、結構な頻度で。傷んでたんだけど髪、めっちゃ傷んでるわけではなかった、ちょっと傷んでるぐらいだったんだけど、もともとそんな髪でめっちゃ痛みはしないんだよな。そんなにブリッジとかしたことないからかもだけど、今そこを切ったから短くして、今は傷んでない、多分。
プリってね。それが怖い。多分なんか今いたんじゃないと思う。そんな傷んでたの、毛先の方だった。ここ上からは傷んでな、上の方は傷んでなかったから、毛先の方だったから、ロングでの時傷んでた、ちょっと傷んでたの、ちょっとね、そんなにたくさん傷んではなかった。そこ切ったからね。今はそんな傷んでないと。気になる、まだ短いの。なんか声短いとなんかパッツンなの余計目立たない？このショートだとっていう意味ね。前髪が短いとじゃなくてショートだと難しい。どうしたらいいのか。短く、ここまで短くするの初めてだし、短くするの自体が久しぶりすぎてさ、ちょっとまだ髪扱いが慣れてないわ。ウルフ始め、つぐにゃつぐ何が起きてもいいけど。でもね、前髪ってさ、流さない方が似合うんだよな。あんま流しちゃうとね、あんまなんだよな。こういうさ、こういう流すやつわかる？こういう流すやつわかる？クルンってして流すやつよりもしないでさ、流すやつの方がいい。前髪あんま巻きたくない。分けるぐらいがいい、うん、流しちゃうとあんま似合わないんだよな。分けるぐらい、分けるだけみたいな、わかる？分かれてる。鏡見てないから分かんない。綺麗に分かれてるから。いやね、加入した当初入って最初の方とか、あ、流してたんだけど、あんま好きじゃなくって、まだ分けても流さずに分けるだけみたいな、ズンちゃんみたいな、分かる？流さずにこう分けるだけみたいなさ、伝わるかな。そっちの方がいいんだよな。分けるだけ、ここに分け目作るだけみたいな。あんま似合わないんだよな、流すのが。ここクランってこう流すのがあんま、聞いたくない。前髪僕もあんま好きじゃないんだよな、自分の巻いてるの。でも巻いて戻そう。普段さ、こうやってしてるからさ、ここ分けるとさ、すぐ分けてもさ、分けた時はキープするけど、戻るんだよね、気づいたらこう。戻るんですよ。
最後は、まあ、そうだね、そう。逆にずっと開けてるとこう前髪こうなんていうこう全部分けない時、分け目なしにしてる時でも分かれちゃうの癖ついてなんかどっちもどっちじゃない、どっちも嫌だよねそう、入って最初の頃分けてて結構半年ぐらい分けてたかな、なんか結構分けててすぐやめたわけじゃなくて分けてて、その後パツにしたんだけど、分けずに分け目なしに戻したんだけど後ついてたもん戻して最初の頃。分けるのもいいけど、前髪伸ばしはしないかな、ちょっと今短いけどこのぐらい、このぐらいだかな、分けてた2007年、うん、入ってすぐぐらい、入った時、いや入った時に別になんかね、メイクさんに入ってなんか一番最初にいろいろ撮るじゃん、宣材写真とかいろいろホームページ上の写真いろいろ撮るじゃん、あ撮るのね撮るじゃんちょっとわかんない撮るのね、その時にメイクさんに別に何も言ってないんだけど、前髪さこう分けてメイク一番最初髪の毛やってもらって分けたいとも別に言ってないんだけど、何も言ってないんだけど、そっから分けてたのずっと。なんとなく最初にそうやってもらったからそういったのがいいのかなみたいな感じで分けてたんだけど、でもすぐやめたそれまで前髪分けてなかったからなんか違うなと思って、やめました。パツンが落ち着くっていうか、パツンが崩れにくい、一番崩れにくいから前髪のセットもこっちの方が楽だし、難しいね前髪波動までには絶対伸びないから早く伸びて、来週とかには伸びてるかな、ちょっと伸びて、波動は明後日だもんね無理だな、波動まで私はね、短いのってどうやってやるんだ、わかんない。下オフではないですね、仕事ですね、明日。うん。ね、いろいろな場所で写真撮れる。え、やばいじゃん。ちょ前髪をこう。伸ばしたくないと。いや、しずくの時びっくりして、私写真見て、前髪短すぎて、あ、こんな短かったっけと思って。びっくりしたの、本当に見て。眉毛出ててさ、ここら辺、下の方、ちょっと出てて。びっくりした。こんな短かったっけってなった。えと思って。その時の写真、全部漏れてなかったもん。
ちょっと伸びてほしいな。波動までに、そう取られるから波動直前までこうやって押さえて本当にびっくりして、そんなに前髪短いと思ってなかったから、そうなんか短くてびっくりしたの本当に、写真見て短すぎて、でもなんかあと前髪重いし、こんな重かったっけと思って、びっくりした。どうやったら前髪って伸びる？明後日までに。どうやったら伸びる？あ、でも今いいかい。でももうちょい長い方がいいな。伸びるかな、明後日まで。こちらは聞きたい。祈るしかないか。今はちょっといいんだけどね、雫声の時がめっちゃ短かったの、びっくりした自分めっちゃ短い。なんかツイッター載せた写真はね、あれちょっと加工してあるんだよね、 眉毛が見えてて嫌だったから前髪と加工してちょっとでもマシになるようにした。今だからやったら今日ね、これをもっとこうなんかここの。このさ耳かけの部分これピンで留めてあるんだけどさ、後ろもっとキュッてさ、なんていう、引っ張って留めたらあれかも、ちょっと上がるかもよく見たら加工してるかなってあった、前髪ダメだよ、ちゃんと見ちゃうバレちゃうじゃんそう写真がね覚えてなかった、せっかくるいちゃんと撮ったのにさ、どれも前髪が短くって嘘でしょってなってかっこした前髪のとこだけさちょっとでもマシになるように、いつもかっこして投稿しないね、めんどくさいもんだって、顔の加工はしないや。カメラアプリ、普通のさ純正のカメラじゃなくて、なんていうアプリ、カメラのアプリでやってるから、じゃフィルターとかちょっとかかってるのね、薄くだけど、そんながっつりかけてないけど薄くかけてるから、それでいいかなと思って、めんどくさいわ後から加工するの、気になればするけど、なんか前髪の感じが変とかあれば、よっぽど変とかだったらね、ちょっと気になればするかも。でもそ、でもまあ大丈夫だなってぐらいだったりしないな、髪型。マジ出てるのちょっとやばかったから、こうしたちょっと出てるのがなんか漏れてなさすぎて、だからインスタも、インスタはちょっと色味変えてるかな、色味でも色味ぐらい、インスタでさなんか変えれるじゃん色味投稿するときに。加工いらないじゃん、あの顔の加工じゃなくて髪の加工あ、50分ありがとう。なんかさ前髪がやばすぎるぐらい分かれてるとかも、なんかこんな
なんかもうやばいみたいな時とかにちょっと前髪のね、顔じゃなくって前髪のちょっと13位からランキング見ますね。13位、ココペルさんありがとうございます。12位、ポッポスターさんありがとうございます。11位、バトニーさんありがとうございます。10位、大野貴文さんありがとうございます。9位、としのりさんありがとうございます。8位、ラスカールさんありがとうございます。7位、筋肉愛好家さんありがとうございます。6位、ヒメラとマーク、おつたむ、今日は特に変わったむさんありがとうございます。5位、にゃんこさんありがとうございます。4位、まるさんありがとうございます。3位、にゃんほささんありがとうございます。2位、ともひこさんありがとうございます。そして1位がフロマンさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。明日の配信は明日も今日と同じぐらいかな。夜する、明日も夜します。でも明日はあれか、明後日が早いから、絶対に波動でしょ、明後日絶対に朝早いから、ちょっと早めにしようかな。今日よりかは夜するけど、今日より早めにできると思うから、9時とか8時はできるかな、微妙だな。9時とか20時台、早くできたら20時台とか。でも夜は夜にする、夜は夜、今日より4日は早くしようかな。そう、明日早く寝ようかな絶対朝早いから。帰ってきてすぐやろうかな明日。またする時になったら7午後にいますね。波動いつも早いけど、明日も絶対早いから。早く寝るわ明日。いつも睡眠時間どの、めっちゃバラバラ、日によってめっちゃバラバラですね。今日は8時間ぐらい寝た。俺しっかり寝た、結構。めっちゃ寝る時もあれば全然寝てない時もある。2、3時間とか、日とかもある、ね、めっちゃ日によるじゃあ朝5時配信はしない。え、波動割って配信できるよね、きっと。できると思うから。朝5時は大変。早すぎるもんだって。あ、もう5時半か。じゃあ明日は夜、明日も夜かな。今日よりはちょっと早くできたらいいなーって感じかな。今日より早くするつもり。帰っていき次第します。また明日の配信で。そうそう、切れちゃうね。うん、切れちゃう。じゃあありがとうございました。バイバーイ、またね、また明日、おやすみ、バイバーイ、またね。